ポッパサンナッシ信仰は、ミャンマーの民間信仰、土着信仰である。ナは、精霊、魔人、資料、祖霊などを表す言葉である。ミャンマーにおいては、仏教と並存し、根性の民間信仰を形成している。カチン族、カレン族、シャン族、モン族の間にも、ナッシ信仰と類似するアニミズムが存在する。信仰の歴史は古く、ビルマ族が、 同地に王国を形成する以前から存在した。11世紀にバガン王朝を建国したアノーヤターは、各地で信仰されている名を37柱のバンテオンにまとめ、仏教の守護神であるダジャーミンの下に、他の名を配して仏教の優位性を表した。ナッシ信仰の確立には政治的意図が介入し、タトゥン、バガン近郊のポーパーさん、マンダレー近郊のタウンビョン、 シャン高原などのビルマの歴代王朝が重要視した土地がナッシ信仰の聖地とされている。ナの世界の構造はビルマの政治体制に基づくものとなっており、ナット人間の従属関係はビルマの伝統的な地方支配者と領民の関係に対応しており、政治支配の基盤が領土内の世帯に置かれているように、カッコにマハーギーリーが祀られている。人々は祈願成就のために、 何に備え物を放げる一方で、何かもたらす最悪を恐れているが、こうした関係は民衆と政治権力の関係に重ねられる。ポッパさんは家の守護神であるマハーギーリーの住みとして信仰を集め、ビルマレキの名ど好きと信念の二回ナップエが行われる。マンダレーの北に位置するタウンビョン村は、あのヤターに仕えた二人の兄弟ゆかりの聖地として知られている。 タウンビョンでは二兄弟の伝説に由来する祭礼が開かれ、村と周囲には二兄弟と彼らに関係する人間に、まつわるパゴだ、祠が建てられている。マハーギー・リーナは人間の目に映らない存在だとされている。名は人間の守護霊でありながら、人々が備え物を怠り禁忌を犯した場合には、最悪をもたらし、時には気分次第で不幸を呼び寄せる存在として意付されている。 何の種類には、家屋や、存濁の守護霊のほか、親から継承するものも存在する。何か支配下に置いている人間から備え物を受け取る、関係はサインと呼ばれ、前の世代の人間が結んでいたサインの関係は、ようや納っとして子孫に継承される。何の神格は、自然物に宿るものから擬人化されて、個性を与えられたものまで多岐にわたり、記号の死を遂げた人物の中には、 なっとして祀られたものが多い。権力者への反逆の結果、非合の死を遂げた人物の伝説を祭礼で再現することは、支配権力への反抗の結果を人々に知らしめると、共に反抗の象徴的表現を認めることで、権力者や支配への不満を和らげる効果もあった。ミャンマーの寺院には、多くの名の像が置かれており、中でも37柱の中、重要視されている。 初期の名のパンテオンには36柱の名の頂点にマハーギーリーが置かれていたが、36という数字は世界を4、もしくは4の倍数に分割するヒンドゥー教、仏教の世界観に基づくと言われている。あのウ、ー、ヤターは仏教の大尺点、ヒンドゥー教のインドラに相当するダジャーミンを36の名の上に置いて、ナシ信仰が仏教の界にあることを示した上で信仰を認め、 三十七柱の名の像をシュエズイーゴンパゴダに置き、中仏教を守護する存在であることを表した。パンテオンを構成する三十七柱の名は、時代、地域、名のリストを編纂する人間によって異なり、三十七柱の名のリストの編纂は、王朝時代から続けられている。1820年に、コンバウン王朝の宮廷で作成されたリストの名は、 ダジャーミンを除いてすべて非合の死を遂げた人間の資料で、うち十五体は、アバ王朝、タウング王朝の人物だった。十六世紀までは三十七柱に含まれる、何の交代がたびたび行われていたが、王権の介入が強まる十七世紀以降、新規の名が十七柱に編入される現象は見られなくなる。家の守護神であるマハーギーリーは、王によって家計に処された。 タガウン王国のカジ屋と彼の後を追って、火に飛び込んだ妹の精霊であり、パガン王アノーヤターによって、土着の難の頂点に据えられた。パガン王朝の成立前には、永遠サウナという中、家の守護神とされていたが、アノーヤターによる宗教改革によって、マハーギーリーが各家庭で祀られるようになった結果、二つの神は同一視されるようになったと言われている。 家の南東の柱には赤い布をかぶせたここヤシが吊り下げられていることがあるが、これは家の名への備え物、家の名の住みか、家の名の象徴を兼ねている。家内の名を祀る棚は仏陀を祀る棚の下に置かれるが、これはミャンマーでは仏教が那市信仰の上位に置かれているためである。村の守護神である岩祖女は村の外れで祀られ、 穀物の神のアジートと地近身マディは収穫の直前に行われる祭りの主神とされている。村の守護神の支配領域は村落内に限られており、ミャンマーの人間は遠出をするときには自分の土地の名を陳むするために太ももの木の枝を乗り物にくくりつけることがある。田植えの時期には他の名と土地の名に備え物が捧げられ、雨乞いのときには 雨の名を興奮させるために綱引きが行われる。ポーパーさんの寺院に置かれた何の像、何の誇らに捧げられた備え物な信仰の信者の中には、富裕層、高学歴者、社会的地位の高い人間も見られ、仏教徒だけでなく、キリスト教徒やイスラム教徒の中にも名を信仰する人間がいる。一方で名は一種の全近代性の象徴と見なされることもあり。 都市部の知識人の中には、家の守護霊の名を祀らない者も,も多い。また、信じているとも信じていないとも断言できないという人もいる。ミャンマーにおいては日常生活で、名の話題が出ることは多くなく、名の種類や名称、人間と名の位置づけについて詳細な知識を持った人間も少ないと言われ、霊的存在全般を語るときに、名の言葉が使われることが多い。 なし信仰に消極的な人間が多い理由として、保守的かつ敬虔な仏教とは仏陀を除いた超自然的存在であるなを敬遠し、競争的な祭礼を寄付することなどが挙げられている。仏教的な世界観では涅槃に到達する近さは、僧侶、男性、な、女性の順であり、男性は位の低い難に関わるべきではないとされ、誇らに備え物をするのは、 女性の役割となっている。命名式、結婚式、葬式などの非仏教的なビルマ土着の風習を起源とする通過儀礼では当事者の仲が供養される。なを祀る祭礼であるナップへは、ミャンマー各地から多くの信者や納家道が集まるものから家の守護礼を祀る棚の壺に草花を放げるものまで様々な規模のものがある。豊作祈願、旅行安全が 伝統的なナップへの目的だが、都市部では、病根退散、商売繁盛といった、現世利益を追求するナップへも開催されている。農村部の祭礼は小規模で簡素なものである。一方都市部では、熱狂的な祭礼が開かれており、那須信仰の聖地の一つタウンビョンで行われるナップへは、ミャンマーで最大の規模を有する。個人の依頼によって行われるナップへは、 民家の軒先に建てられた仮小屋や町の建物の1階部分で開かれる。建物の奥にはいくつもの何の像が並べられ、サインワインと呼ばれる伝統的なビルマ音楽が鳴らされる中で、納家道と呼ばれる霊媒者が踊り続ける。時には信者や見物人も踊りに参加し、踊りの合間には札束がばらまかれる。ばらまく札束の金額が多いほどより、 多くの利益が得られると考えられており、ばらまかれた紙幣は縁起物とみなされている。祈祷によって願望が成就した際には、備え物やナップへの開催などの名への総応の返礼が求められる。こうした点から、ナップへは、経済的に成功した人間の利益の再分配、人間関係の構築といった役割を持っていることが指摘されている。ナップへにおいては、 ッカ道と呼ばれる踊り手が人間と名の仲介役を果たし、普段都市部に住む職業的ッカ道たちは顧客が開く祭礼に参加する。職業的ッカ道の有力な顧客には役人、軍人、商人の妻や俳優、踊り手が多いと言われ、彼らは夫の無事や昇進、自らの出世を祈願する。ッカ道にはメインマシャーと呼ばれる。 ニューハーフに相当する人々が多い。一人前の納課堂になるには、他の納課堂に弟子入りして踊りを習得した後、特定のナット結婚式を挙げなければならないとされている。祭礼の中で納課堂は瓶の中の酒を飲み干し、あるいはタバコを吸いながら踊り、興奮が高まると、口の中にろうそくの火を入れることもある。納課堂が踊っている間、彼らの中に、 ナッカ入り込んだ状態になり、信者は踊りの合間にナッカ道の中の難に相談を持ちかける。ナッカ道は、ナ・オオと呼ばれる祭礼の先導役によって、統率され、ナ・オオは、祭礼の場以外でも、ナッカ道に影響力を行使する。ありがとうございます。